十字鳥類国立公園は三類の北約 60km に位置するセネガルの国立公園。西アフリカではモーリタニアのバンダルガン国立公園に次ぐ重要な野鳥の繁殖地とも言われており、1981年にユネスコの世界遺産に登録された結果、日本ではその英語登録名に基づく十字国立鳥類保護区という故障でも知られている。 1971年に設定され、1975年に拡張された。1980年にはラムサール条約登録地となり、翌年に世界遺産にも登録された。2021年1月、鳥インフルエンザにより、ペリカンの養生74羽などの死亡が確認されたため、同月23日に保護区の閉鎖が行われた。十字は、 セネガル川の三角州に広がる1万6千ヘクタールの土地で、この盆地はサヘル唯一の緑地帯である。公園内のこの地に飛来する350種を超える渡り鳥の数は300万羽以上と推測されている。この中には、フラミンゴ、ペリカン、ガンビアガン、サギなどが含まれる。また、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモなどカモの数が多い。さらに、 カワセミ、ミサゴなども観察できる。公園内のオオトカゲ公園内のニシキヘビ鳥以外の生物としては、オオトカゲ、ニシキヘビ、あるいは小型のクロコダイルなどが茂みに生息している。また、哺乳類では、牛、パタスモンキー、ビボイノシシ、ハイエナ、サーバル、ドルカスガゼルなどが生息している。公園は11月初旬から4月末まで開いている。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。十字鳥類国立公園は、二度にわたって、危機遺産に登録されている。1985年にセネガル川上流にディアマ、ダムが建設された。この目的は、平坦な土地が多いセネガルの河川で寒気に見られる、塩水の素状を食い止める目的だったが、稼働してから、水質の低下。 養分の減少、川の砂詰まりなどが専門家によって確認されるようになった。こうした変化は動物症、植物症を脅かすものである。2000年の危機遺産登録時には外来種の水草の繁殖による固有の生態系への脅威が問題とされた。2006年のトリインフルエンザ流行時にはセネガルでは発症が確認されることはなかったものの、 鳥たちの監視が実施された。ありがとうございます。